どうも、体骨の代表、高野教師ですえっ、ー、と引き続きちょっとトレーニング系なんですけれどもどこで踏むのかをことて感覚入力したり股関節の筋力とか鍛えていったらですね今度は使えるようになっていきたいっていうことで思っていくんですねでそこでですねえー、プライオメトリックスダジャンプじゃないんですけどもスクワットジャンプをしたいなと思いますしかも、えー、爆発的な筋力を出すというやり方になります まあちょっとやってみましょう。はい、じゃあやってみたいと思います。まあ、これ、分かりやすく、ベッドなんですけど、も、膝の高さぐらいですね。まあ、これぐらいはやれたらいいなと思いますが、最初はもっと低く,低くても構いません。そので台の前に立って、で、結構スレスレです。で、スクワットします。この状態。で、しっかり溜めます。 で静止状態から一気に伸び上がることでジャンプをします。今下手くそでしたね。今、相当下手でした。スクワットしといて、で、しっかりここで踏んでおく。踏んであるところに真下にしっかり伸び上がって、爆発的にパワーを出すと。こうこんなイメージ。ちょっとなんか、今僕のパワーが出てないですけども。 ここの状態からこういう反動を使うじゃなくって止まった状態からちゃんと静止している状態から爆発的なパワーで一気にちょっと下手ですね今日はパワーが出てないこ,うこんな感じこんなトレーニングをします はい、どううだったでしょうかこれ今爆発的なパワーを出す、まあ、本当に瞬間的な力を出す練習ですね、えーと。ウェイトトレーニングでいうとこのハイクリーンこう,こうグッとバーを持つみたいなそういうようなあ瞬間的な力を出すという練習にもなりますあの。競技にはそういう瞬間的な爆発的なパワーを出すっていうのは本当に必要不可欠なので,で特にジャンプ系っていうのは全身を使っていくものなのでそれをつなげていくためにもやるとかなりいいのかなと思っています。 はい、まあこれぐらいは飛んでほしいなというふうには思っております、はいはい、では質問やご意見などありましたらコメント欄に残してくださいチャンネル登録いいねも引き続きよろしくお願いしますそれではまた